こんにちは。誘わない力。いいですね。断る力。これもなんか本になるんじゃないですかね。あの、孤独の時にしか人は成長しないと思うんですよ、私は。あの、人といてなんかいいことがあるような気がしますけども、それは他者に依存するんだったら誰かといた方がいいですよね。でも自分の内側の力をつけるためには、あの他者はね、むしろ邪魔になるんですよ。たった一人でやるべきですし、えー、と今の時代は学ぼうと思っても、 まあ Google、やがあれば十分なんでで家の中でね、本当にひっそりと孤独にでも深く熱く他者がね飲んだり騒いだりしてる間にズバズバズバーっと100倍10倍の力で攻めていけるんじゃないかなと思うんですようんだからねその孤独っていうのが寂しいっていうのと全く対極にあるっていうふうになかなか気づけないのかなと、まあ、孤独にねすごく酔いしれて寂しいもの扱いといいますかね寂しいふりをする人もいるんですけども いや孤独の時に他者の関わらないマックスなパワーが出るに違いないと思うんですよだから誰かがいたらそれは100%の力にならないですからねただし例外があって自分がもうね成長しきって結果を出して一人で何でもできるようになって完全に自活して自立した時こういう人同士が集まると1 1すは2以上のパワーが出ますだからジョインする意味はあるんですけどもまだ事を成してない人とかね 自分のことの面倒が見れないとか迷ったり悩んだり、えー、なんか落ち込んだりとかね、えーまあ、そういう人がねうんなんか群れるんだろうなと思うんですよで群れて何か問題が解消できたのに気になりますけども結局解消できてないんですよ解消できてないから一人になった時やっぱりつまずくとでつまずくからまたあ群れたくなって群れるとその繰り返しでなんかいろんな勉強会とかね自己啓発セミナーとかね、えー、なんかいろいろ行くけどもずっと同じことの繰り返しになっちゃうんですよね 私はね、ほとんど例外なく思うんですけども、たった一人の時間を徹底的に使い込むことによって、刮目する人物になると思うんですよ。まあ、男子三日合わざれば、刮目して見るべしみたいな古いことわざがあるんですけども。あの、やっぱりね、修行してる人間って、三、うん、日合わないと、とてつもない、あの、力をつけてるんですよね。だからね、一年とか二年という単位で見ると、もう別世界の人間になってるんですよ。 でも1年2年誰かと群れて何かをやってるつもりの人っていうのは何年経っても全く変わらないんではないかなと思うんですよ。で時間がない時間がないって言ってますけどもそれは使っちゃいけないところに時間使えばなくなりますよね。とからね僕はそのこれあんまりねいい表現ではないかもしれませんけども実は昨日あるねあの勉強会かセミナーか講演会か分かりませんけど行ってみたら「久しぶり」みたいな人に偶然会ったんですよ偶然。 でその人はちょっと聞かなかったんですけども察するところあまだこんなのに出てんのって私は思っちゃったんですよ。随分前から勉強会だ自己啓発だとかね人との出会いだ出会いに感謝だとか言っていろんなところに行って人と会って名刺交換していまだにそれやってるというね、うん。10年ぐらい前に別れたっきりなんですけども。 で久保さん最近何やってんですか?」って聞いて「僕金利で食ってます」って一言で終わりなんですよね。もうその後会話がないですよ <laughs>、うん、で僕はそういう,うにあに、のー、全然違う人生に今ね、えー、10年前とは違う当然違う人生になってますし。 過去がいいか今がいいか未来がいいかっつったら絶対的に過去よりも現在がいいし現在よりも未来の方がもっと良くなってると思うんですよねでもあの頃は良かったなんて全く思わないですよねあの1秒前にだって帰る必要がないと思いますし、えー、タイムマシンがあるんだったら必ず未来に進みたいですねもう5年でも10年でも先に行った方が先に行った方がもっともっと孤独を使い切って、えーまあ、自由なね自分を手に入れてるんだろうなと思いますしね でその孤独っていう概念をねまたねまたあの歪んで解釈されないために言っときますけども孤独っていうのは一人っきりって意味ではないっていうこともポイントなんですよ。ね、一人きりじゃないというのが孤独なんですよね。ここかかりますかね家族単位で孤独っていうのもすごく幸せな形だと思うんですよね。家族単位で孤独地域単位で孤独ね村社会って言いますけどもそれは村社会が安定してとってもみんなが不都合なく暮らしてるからいいんですよ。村のルールでやってこれてるわけなんですから。 だから外部から来た人が「あそこは村社会だよね」って言ってあのやっぱり違和感抱くのは当たり前なんですよ。だってうまくいっちゃってるんだもんそこは。で外部が入ってくるからいろんな不調和が起きてくるんで排他的になるんですよね。だから孤独っていうのはこういうことなんですよやっぱり。だから必ずしも鎖国するべき鎖国を終わらすべきではないんではないかなっていうところもあります。やっぱりね、あのー、力量に応じた行動範囲とかあ付き合う範囲っていうのがあるわけですよ。 でそういう意味ではどこまでの孤独のフェーズを作れるかってことですよね。うん、たった一人きりの孤独を使い切って100%の力が出たら今度は一人とか二人増やしてみてその二人とか三人の孤独ってものでまた100%の力を出していくそうやって、えー、自分の住む世界っていうのをどんどん広げていればいいのに何の力もない人がただ人数だけ増えてこれはね膨張してるだけなんですよ進化でも成長でもなくて膨張なんですよねこれはね。 この膨張を進化だとか成長だとか出会いがいっぱいになったとかね、うん、そういう風に感じちゃって、結局全部無駄な時間だよってことをね、なかなか腹に止められなかったりするんですよね。えー、まあこういう風にね、分かったふりして言ってますけども、私はね、やっぱり力をつけてるのは、一人の時以外はなかったかなということですね。まあ出会いによって気づくことあるんですよ、いろいろと。 うん、自分と違う意見によって学ぶことはありますけどもそれですらいちいち人に会わないと違う意見が聞けないような世の中でもないんでそれこそね自分と違ったアンチテーゼっても吹き込もうと思ったら検索するのが一番ですよね、まあ、今日も一日中ねその私はずっとねアンチテーゼ、えー、に思っていたそのもう N「N 国」なんか気持ち悪いんですよね「N 国」っていう、えー、あのタイトルが NHK から国民を守るとこでしょ橘隆。うんこれね私はね ずっと半目だったんですよしかしですねこのやっぱりね仕組みとか理論とか演説とかね、うん、やっぱよくねもの知ってるな当たり前ですけどね当たり前ですけど知ってるなっていうのと、うん、やっぱりねはっきりしてるなとかねいろいろ思うところがあってそのアンチテーズを自分の中にこう吹き込むことによってまたね自分に 隔目するところができたかなと別の視点でいろんなもの見れるかなと思ってあやっぱりいいなと思いましたねちょっと前は令和新選軍みたいなのを見てみたんですけども山本太郎なんだこいつと思ったところからやっぱりあ山本太郎だなと正当支持とか指示ないとか関係なくこういう風な自分の理論理屈内側にあるものを湧き出てくるように外に出していくってこういう姿勢にはねやっぱりこう見習うものがあるなと思いましたはい今回は以上です